お絵かき芸人ヤポンスキー小林画伯が生産者を訪ね花の魅力を伝える、信州花活ヤポンの花農家探訪。今回はカーネーション農家にお邪魔します。あー、カーネーションのつぼみがいっぱいありますね。こんにちは。いいですか、お邪魔して。はい、はい、なんか他人とは思えない感じがしています。いかがでしょう、同じようなフォルムの2人が並んでおります。失礼ですが、お年はおいくつなんですか？45です。まあ同い年でございます。松本市畑地区でカーネーションを育てる萩原信行さん、およそ2万5000本を生産しています。生産量日本一を誇る信州のカーネーション、松本市の西部は主要産地の一つです。今は、はい、このカーネーションのこういう脇から出るこういう芽を取ってました。これこの2つ今ついてますよね、はい、あ、別のつぼみがついてますね、はい、これをこう取ってこの花だけ残すっていう、はい、花の成長を促すんですけど、まあ、これは無駄な芽になるので全て取っちゃいます。成長とともに脇から出てくる芽を一つ一つ手作業で摘んでいく芽かきと呼ばれる作業、余分な芽があると花や茎が曲がり傷つく恐れがあるため、綺麗な花を咲かせるには欠かせません。いいですか、取って。はい、やってみてください。こういうことですか。ヤポンさん、ちょっと違うみたいですよ。こうならないように、はい、こう、こっち側にこういう感じ。なる、はい、ほど。こう、はい、こうですね。はい、取れました。これは出荷する直前までずっと続けるんですか。はい、そうですね。結構手間暇かけてやってるんですね。カーネーションっていろんな種類があるんですか。うちでは12種類くらい入ってますかね。発表されてる全世界のカーネーションの数でいうと、もう分からないです。数千もの品種があると言われるカーネーション、萩原さんは新しい品種の栽培にもチャレンジしています。今これは試作で入ってるやつなんですけど、はい、アバルトっていう品種です。アバルト、はい、これは朱色っぽいですね。ただこれは本当に名前がついたばっかりなので、本当にこれは新しい、しっかり茎も伸びるし、こうやって花も大きいので、ちょっとやってみようかなとは思ってます。日々の手作業と新しい品種への挑戦が信州のカーネーション産業を支えています。さあ、ヤポンさん、一体どんな絵を描くのでしょう。こちらでございます、はい、嬉しいはいくらでも、ありがとうは何度でも、感謝の数だけあなたの幸せが花開く。カーネーションはですね、感謝を伝える花でもあるんですよね、今年は新型コロナウイルスの影響でですね、なかなか県外の方に会えなかったり、里帰りができなかったりする方も多かったと思います、だからね、なかなか会えなかった方に信州のカーネーションを送って感謝の気持ちを伝えるのもいいかもしれませんね。